そこにいるのはサーリャさんですか？一体何を？あなたを見守っていただけよ。最近ずっと後ろからものすごい勇気を感じてたんです。もしかして？きっと私ね。やはり同じようなことを言う。同じようなことって何ですか？気にしなくていいのよ。それよりもう腕の怪我は大丈夫かしら？え、気づいてたんですか？内緒にしてたのに。当たり前よ。ルフレがいない時はずっとあなたを見ていたんだから。すごいですね。もう万全ですよ。すぐ治っちゃいました。よかった。傷の治りが早まる呪いをかけたのだけれど、効果があったかしら？そんな呪いが。ありがとうございます。すぐ治ったのはきっとそのおかげですよ。それに風邪をひかなくなる呪いや疲れにくくなる呪いもかけたわ。はあ、このところ妙に調子が良かったのは全部サーリャさんのおかげだったんですね。なんだかあれもこれもサーリャさんにお世話になってばかりで申し訳ないです。私があなたを守りたいだけなんだから気にしないで。少し元の世界のことを思い出してしまいました。私はジョーカーさんやフェリシアさんたちのお世話になってばかりだったんです。私のために家事を完璧にこなしたり、病気になると必死に看病してくれたり。その二人は確かあなたの執事とメイドだったわね。そう、カムイ、あなたにとってやっぱり私なんて従者と同じ存在に過ぎないというのね。そういう意味じゃないんです、ザイリアさん。彼らは確かに私の従者ですけど、大切な仲間であり、かけがえのない人たちです。私にとってサーリャさんも同じです。本当に大切な仲間で友達ですから。大切な友達、それは特別なものなのかしら？例えば遠いつながりを、強い運命を感じるような。運命？そうですね。こうして異世界でできた友達ですから特別だと思います。それならいいわ。これからもあなたのことを見守らせてもらうから。え、まだ後ろから見ているだけなんですか？これからはもっと仲良くしましょう。そうだ、一緒に出かけませんか？呪術をするにはいろいろな材料が必要だって聞きましたから、集めるのを手伝いますよ。わかったわ。準備してくるから少し待ってて。運命ですか。こんなことがあるんですね。ねえアクア、私ずっと気になっていたのだけど、あなたの歌からはいつも不思議な力を感じるわ。どこか呪術にも似た力。綺麗な歌なのに心なしかまがまがしい。歌うたび何かが失われているような。さすがはサーリア、何でもお見通しね。やっぱり。ならどうしてあなたは
その危険な力を使って歌うのかしら。みんなを、いえ、みんなというよりは大切な人を支えるためよ。似てるのは呪術と歌だけじゃなくて、あなたと私もみたいね。私もルフレのためなら命なんて欲しくないもの。サーリャならそう言うと思ったわ。わかる。大切な人を支えることは私にとって一番の喜びなの。もしルフレを狙う敵が現れたら、一人残らず呪い殺してしまうし、もしルフレが怪我をしたら、早く治る呪いをかけてあげるわ。呪術ってそんなことまでできるのね。ねえ、私にも教えてもらえないかしら。私にも呪術が使えたら、歌の力に頼らずともカナイの助けになれるかもしれないから。そうしたいところだけど、まっすぐな心を持ったあなたにはきっと呪術は向いていないわ。素質がないとダメということ？それは残念ね。でも私だって大切な人を守るとき、いつも呪術に頼っているわけじゃないの。え？毎日ずっと近くで見守って、体調を崩そうものなら片時も離れないで看病するし、困っていたら手伝うし、食事も用意するし、軍の雑務だって何だってするわ。ずっと見守って何でもする。私、視野が狭くなっていたみたい。何かを失ってでもカムイを支えたい、そんな思いに囚われていたのかも。この身を投げ打って戦うことだけがカムイのためじゃない。そうよね。ありがとう、サーリャ。きっと私一人じゃそんな当たり前のことにも気づけなかった。気にしなくていいわ。思ったことを言っただけよ。じゃあ私そろそろ行くわ。呪術に使う材料を集めてこなきゃいけないから。今から？それなら私も協力するわよ。いいの？ジメジメした森や暗い洞窟なんて楽しくないわよ。あなたと一緒ならきっと楽しいわ。だって私たち似た者同士でしょ。私もあなたと一緒で大切な人の助けになれるのが何よりの喜びなの。あなたも私にとって大切な人だから、力にならせて。そう。ならいいわよ。ありがとう。それでサーリャ、どんな呪術に使う材料を集めるの？呪詛返し、つまり呪いを防ぐお守りを作るのよ。呪術師の私には不要なものだけれど、あなたには必要かと思って。サーリャ、ありがとう。あなたには感謝してもしきれないくらいだわ。気にしないで。私だってあなたと同じ気持ちなんだから。